コンパルソリー第1課題が21位、第2課題が20位、オリジナルダンスが20位、そこまで終えて20位という位置につけています。さあ最後のフリーダンス、曲は四大陸選手権でも披露してくれました、 Time to say goodbye、 ロマンティックなラブストーリーです。ではダイナミックに流れるようなダンスを披露したい、そして決められたリフトを正確にこなしたいと女性の鈴木さんは言っていました。シーズン女性の方が腰の調子が悪くてシーズン初めの試合を出なくてこの世界選手権に向けてきているわけですからね。コンパル、ソリー、オリジナルとフリーのびのびと滑ってますよ。代表アイスダンスのカップル鈴木ファルクトディノフ、日本とロシアの国際カップルとしても注目されています。松崎さん自身もやはり緑さんからお話しあったようにちょっとブランクがあって世界選手権に来てかなり世界のレベルが上がっているなというのを実感したそうですが、まあ、しかし小川さん技術的にこのリフトの部分でもかなり大きな拍手をいただもらってましたね。そうですね、非常に曲の雰囲気をつかんで滑ってましたね、